どうもこんばんは、Nです。今回は悲劇の幕開け、SSR 上白リゼが手に入るイベントですね、を初見プレイで、難易度 A やっていきたいと思います。でパーティーはとりあえずこんな感じでやっていきたいと思います。ごとつさせてる、まあ、あの苦痛と狂気の果てカネキと、まあ、武器強化がですねこいつ、6かな、どこまで進んでんだろう、4ですね4までしか進んでないんですけど、攻撃のアタックポイントが一応8までいってるということで、まあまあ、このゲームね、あの格ね、あの武器を強化してどんどんアタックポイントをね、あの広げていって、まあ、いかにこうブレイクさせてスキルを打つかっていうのが大事なんですけど、まあ、デバフ要因のこの重装、このなんだろう、サソリ重装なんですけど、僕ね、これあの熟練度が 80% かな、 80% なんですよ、何気に。であと1枚であのとつれるんで、まあ、こいつをね、まあ、結構使えるんですよね。自分の味方へのバフと相手に、デバフをかけれるんで、まあ、フクロウの駆逐とかにも連れて行ったりしてるんですけど、まあ、かなり使えますね。で、まあ、あのデバフ要因のアキラと、まあ、ハイセイ、自分にバフをかけるハイセイで、まあ、ヤモリとカネキをアタッカーにして、まあ、重装でブレイクしたり出血させたりして、まあ、ちまちま姑息な手で、ね、削っていこうという作戦であります。はい、では行きましょう。悲劇の幕開けって多分一番最初のイベントじゃなかったかな、このリニューアル前にある、多分これオートになってるんで。危ない、オートになってましたね。まあとりあえずここは僕のごとつさせてるこの苦痛と狂気の果てカネキを、まあ、カグネを出した状態で最終ラウンドまで行きたいんで、とりあえずやっていきましょう。これで線線そこ、案外すぐブレイクするな。これでそこ、あ、硬いね、ちょっと線線まあ、ここは別にガンガンシフトを使っていっても、でここでね、カネキのカグネを出すかどうかがちょっと悩ましいが、出しましょう。カグネ出せば強いんでね。スキルを貯めたいが、ああ重装、左の重装のスキル貯めた方がいいのかな最初に。リゼがどれだけ強いかわかんないんですけど、多分あのステータスとかも変わってるんで、あいつの行動、どんな行動してきてたかな。こんな感じでね、あのカグネ、武器強化をするとですね、アタックポイントも増えるし、まあ、いろんな効果がつくんですけど、まあ、アタックポイントが増えることによってね、もうずっと俺のターンみたいな感じできるじゃないですか、相手をブレイクさせて。なので強いですね。とりあえずリゼにデバフをかけていきますか。殺しちゃっても問題ないですよね。とりあえずリゼにデバフかけて、ここは2人で攻撃して金木でブレイクを取りましょう。救援室かっこいいですね。オッケー。まあまあ全然普通に削れそうですね。じゃあ重装で前衛削るのはまあまだもったいないかな。あ、これまだスキル溜まってないのか、カネキ。じゃあ重装で、こっち側削るか。金使ってこれね、前はさ、コンボをパーパーってつなげないとこんなにコンボつながらなかったじゃないですか。だいぶ簡単になりましたね、考える時間ができたんで、すごい簡単になったと思いますね。コンボがつながればダメージアップだったり、クリティカルもアップするのかな、違うわ、クリティカルもアップするんだっけ。あとスキルチャージもなんかかける2で多分スキルも溜まりやすくなるっていうね。はい、ということでですね、悲劇の幕開け初見で A に挑戦してきました。なんかランクがちょっと上がりにくくなったかなっていう印象はありますけど、多分そんな変わってないのかな。
俺があの素材クエストばっか回ってるから、そんなに経験値が入ってないのかもしれないですね。はい、というわけで、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。